どんぐりが含まれる大用コーヒー、カウフどんぐりコーヒーとは、どんぐりを材料にした飲料である。大用コーヒーの一種。作り方は、どんぐりの渋みの元のタンニンを抜くのに流水に、さらしたり、水につけたりし、その後、天日に干し、乾燥したものをいったり、ロースとして、コーヒーとして用いる。プロイセン王国は、コーヒーの産地に植民地を持っておらず、18世紀に、 コーヒーの消費が増加し外貨が減っていくため、フリードリヒ大王は1777年9月13日にコーヒーの禁止令を布告、さらに1781年には王室以外でのコーヒーの焙煎を禁止し、不法焙煎の取り締まりが行われた。そのため、大王コーヒー産業が発展し、大王コーヒーの材料の中にドングリが登場した。 ドイツではその後のナポレオン一水による大陸封鎖でもドングリなどの大用コーヒーが飲まれた。アメリカ合衆国では南北戦争の頃にもドングリの大用コーヒーが登場している。さらにドングリの大用コーヒーは第二次世界大戦のドイツと日本とで飲まれている。21世紀にはドングリの大用コーヒーまたはドングリも含んだ穀物コーヒーが市販されている。 日本の長野県安曇野市では、妊娠した女性が、コーヒーの代用品を探して、どんぐりを持ち、後に、どんぐりコーヒーとして市販するまでなった。どんぐりを食べよう埼玉森林インストラクター会、森のコラム香川の環境どんぐりを食べよう、どんぐりコーヒー、香川県 AB コーヒーコラムバッハの、コーヒーカンタータとコーヒー禁止令 UCC、上島コーヒーハット、 カンフェドレットコーヒーサブスティトゥーツアーカイブド2007年9月28日、アットザウェーバックマシン、ザ・ユニバーシティ・オブ・テキサス・アット・タイラー穀物、コーヒーノン・カフェイン、オーガニック商品詳細アーカイブド2013年12月27日、アットザウェーバックマシン、鈴、どんぐりを含む穀物インスタントコーヒーの例、どんぐりコーヒーに、 ほんのり幸せ2011年10月20日13時18分、エコーズ FM 長野。ありがとうございます。